はい、ピースケです。パープラペルやっていきたいと思います。はい、ということで、いやマジびっくりしたよ急に来ました、チェンソーマンコラボでございます。はい、しかも明日ですね、実装になってます。はい、なんかメンテあるなと思ったんですけど、まさかでしたね。で、なんか新入生歓迎も近いはずなので、ちょっと結構やばいタイミングだと思うんですけど、はい、まあ好きなコラボなので楽しみにしております。はい、でなんかちょろちょろ出てるんですけど、これですね、この4キャラ、アキくんとデンジとマキマさんとパワーという、まあ主要キャラってことでいいのかな、まあ結構いるんですけど他にも、はい、まあアニメまでのところかなとは思うので、はい、割と序盤の感じの、やつにイベントとかもねなると思います。はい、でまあなんかサイコロあったりとかして、この2人が最初にガチャで来るらしいです。でアキくんが報酬で、マキマさんがまあ五条三枠みたいな感じで、まあ温存されてる感じになってます。後で単体ピックとかで、後半とかで来る可能性が高いで、あ、まあでもネタバレなるか、でもめちゃくちゃ強キャラっていう感じなので、まあチェンソーマン界の、まあ、五条さんレベルの立ち位置のキャラだと思うので、まあおそらくめっちゃ強いでしょうっていう感じですね。で、アキくんのなので報酬なんでちょっとそんなにでもないかもしれないですけど、でまあデンジとパワーはもう完全に納金みたいな性格上そんな感じなので、まあスタミナとかパワーとか、って感じなのかな。で今野手なのか投手なのかで、まあ、今後どういう感じで使うかとかも変わってくるので、ちょっと性能全然わかんないんでね、まあでも原作好きとしては、なんか好きなイベントとかがね来たらいいなっていう感じですね。イベとかね、はい、まあ、なんかジャンププラスの方で、まあ、初回は無料で全話読めるんで、まあ、もし興味ある方は見てもらえればなっていう。で、チェンソーマントークとかもねできれば嬉しいですって感じです。はい、ということで雑音すごいかもしれないですけど、はい、終わりたいと思います。皆さんピースな一日をお過ごしください。バイバイ。